プチプーチ、ひなこ、略してプチキナー。どうでひなこちゃん、はい、ここ見覚えあるでしょ。ない。俺もない。じゃあなんで言ってきたんだよ。まあまあさておき、今回のダスマップをちょっとね紹介していきたいと思います。今回のダスマップは無酸素空間可能脱出。あ、酸素ないから息できないのを表現してるのか今。そういうこと。やばい、酸素がないよ。ということで酸素なしで生き延びてくださいということでやっていきたいと思います。オッケー。さあいけるかな。息止めながらやらなきゃいけないってことだよ。え、本当に。いきます、スタート。しゃべれ。あ、やばい、死んだ。なに。酸素がないエリアでダメージを負います。植物に近づいて体力を回復しましょう。だからここは植物があるからいけるんだけど、ほらここは植物じゃないから酸素が生成されてないんだ。で、あ、ほら死ぬんだ。とりあえずじゃあこれがなんだ。あ、これ出口の鍵いるとこだ。オッケーオッケー、エグジット。え、でもさ、こんな短い時間でどうやって探索するの。見えないよ植物。え、とりあえずあっち行ってみる、短いところ。オッケー。謎解きだ。なんだこれ。コード投入入り口3桁、紙が入ってる。で、やばい、うぅーぶるーい。叩いてない。今なんて、だってプッツに殺害されたって。待って、お前が叩いたのこれ。痛い。とりあえずじゃ髪もらったけど、あの羊毛がヒントってことだよね。黄色とピンクと青緑かな。それを探しに行くか。うん、右から行くか。右から。オッケー、急げ。ダッシュすれば間に合うはず。どっかあるかな。やばい痛いわ。ある。あったぞ。おい、危ねえ。え、でもこれいけないな。進めないけど、アスレチックみたいなのある先に。磨かれたやつ的な何かがある。え、じゃあまだ先行った方がいいんだな。まあ、こっち行ってみるか。オッケー。多分あの問題を多分最初にやんないと多分進めない気がする。急げ。やばい、間に合え。やばい。はい。うーやっぶねー。誰かいるよ。本当だ、人がいるのと、あとここはなんか黒いあれだ、なんかブロックがある。磨かれたやつね。なんか道が分かれてて奥にチェストがあるよ。なんだろう。何すればいいんだ。とりあえずこのおっさんは話しかけてみよう。あ、植物学者。君も植物の調査しに来たのかい。お目当ての植物が見つからないで助けてくれ。危ない。え、なんか植物探してこいってこと。そういうことかもな。こいつなんでヘルメット持ってんの。あ、奇妙な植物3つで磨かれた線香、ん、輝いてる緑。やー、なんか金色の缶詰と交換できるってことみたい。オッケーオッケーオッケー。戦力眼かな。戦力眼。オッケー、じゃあ植物探さなきゃいけないと。あとこれ踏んだらここがチェックポイントになるっぽいぞ。そうだね、ここで生き返れてる。待って、でもまだ見かけてない。あっち行ってみない。あっち行ってみるか。ないよな。どっか、でも隙間とかなのかな。それとも、でも隙間要素なしって書いてなかったっけ。よし、新しいとこ。え、あるじゃん。どこ。そこ。これ隙間じゃないよ、これは。それ隙間だろう。はい。あ、奇妙な植物1個見っけ。あ、じゃあ隙間だ。オッケー。で、またここだ。なんかあるよ。あ、これ羊毛あるぞ。さっきと同じ羊毛だ。同じ色があるね。同じ色と違う色があった気がする、多分。ほら、赤とか黒とかはさっきなかったもん。まだわかんない、でも。もう一周回るか。そうだね。でもこれ多分隙間で多分あと2つありそうだね、隙間が。隙間も気をつけてこ。え、ない、本当に。え、あるはずだって。きっと、どこかに。でもないよ。どこかにあるハウス。気持ち悪い。ない、本当にない。諦めるな。まだ早いぞ、諦めるのは。なんかうるさいプッチ今日。適当喋ってるこいつ多分。でもなくね、おじさんのそばとかは怪しくない。見たんだよね。あったあった、ここだここだ。あるじゃん、見てないじゃんお前。よし、奇妙なやつ2つ目、あと1個あればこのおっさんに開けさせるぞ。見たんだよね。いいで。見てないじゃん。ってことは最初のあそこが怪しいよ、あのクリズのところ。あそこにも多分ありそうだな。見たんじゃないの、ペシさん、あそこ。見てよ、じっくり。ないよ、あそこには。じゃないのね。ちょっと見てみよう。ないよ、あんなところに。あ、ないや。ないでしょ、ほら。あ、ないかも、本当に。なんでないんだよ。なんでないんだよ、くそ。あと1個どこだ。通路かな。通路でもあったらすぐ分かるよな、これ。気づけてない。
そのなんか恋みたいな感じ本当分かってるくせにみたいな。おい、ここだ、プッチプッチプッチ、あったあった、え、あった、どこ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 、このエリアだ、私が見落としてた、これは完全に見たって言ったじゃん、ここ。いや、プッチもここ見に来てたよね、さっき。あ、本当だよし、これ3つ目だよ、3つ目。よし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 、揃った揃った。よっしゃ、これでおっさんに渡して、金色の貫圧板で、そのなんか閃光眼みたいな、なんか戦力眼みたいな。あ、戦力眼だ。新しいとこに行けるようになる。よし、これ交換するね。うん、はい、オッケー、新しいとここれで行けます。ゲット。どこだそれ。これ何、こっちか。どれ、これじゃないよな、あの白いとこじゃない、白いところ。最後の見つけたところのブロック白かった気がする。これじゃね。よし、じゃあ設置するよ。はい。いや、嘘じゃん。はい、じゃねえんだ。設置するよ。はい、オッケー、いける。お、開いた。これアスレチックだ。待って、一旦一呼吸。アスレチックね。はいはい、これあれ、しかもさ、やりながらさ、ダメージ受ける、お前気持ち悪い。そしてやめて、急に唐突に悪口言わないで。あ、やばい、しかも落下ダメまでちゃんと受ける。やばい、これダメージ受けるのだいぶやばい。これいけ、よし、あーあったー、一番上あれだ、呼吸ゾーン。待って、行くから、待って、頑張るから。意外と難しくなかったよ。やばい、ダメージが、ちょっと待って、頑張れ、ひなこちゃん。あ、そっか、葉っぱがあるところは平気なんだけど、ここは平気じゃないのか。待って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 、全然無理なんだけど、プッチ、ダメージがあって、今叩いたよね。叩いてないって、ダメージだって。今嘘嘘嘘、叩いてない、ダメージだって。今絶対叩いてるよね。叩いてねえよ、嘘つき、お前それは言いがかりや、言いがかり。叩いたんだよ、プッチが。いつまで言うや。あ、叩いたでしょ。叩いた。あ、叩いてないよ。落ち着け、落ち着け、落ち着いていこう。落ち着いていけばいける。え、でも、もう次受けたらもう終わりなんだけど。はい、レッツゴー。あ、聞こえた。落ち着いて、落ち着いて。だー、ひなこちゃん、もう開けてくれー。オッケー、開けます。せーの、はい、オッケー。ね、磨かれた花崗岩だかな、ニセチカノのね、金色の貫圧板が手に入ったよ。花崗岩、茶色いやつかな、多分。そう、押すね、スイッチなんかあるから。うん、はい、あ、戻ってこれた。あ、本当だ。さあ、あと1個だったのにな。こっちだっけ、茶色いの。まあ、その奥。意外とやっぱ酸素って大事なんだね。当たり前だろ、意外とじゃねえよお前。でも俺、この間まで魚が酸素吸ってるって初めて知ったんだよね。ガク長すぎます、それは。びっくりした、魚って水でさ、なんかこう体内を循環してると思ってた。何を言ってるんだ、水にも酸素が含まれてるでしょ。とりあえず言えよそれ。はい、振ります。よし、ナイス、オッケー。新たなエリアが解放された。で、これ何、え、貫圧板踏むんじゃない、まず。あ、あ、え、2 もう頭ある。2とか言う、2にしか見えん。何これ、どういうこと。え、でもさ、そこ壁をなんかさ見て、看板足すとかイコールとか、あの記号が書いてある。ほんとだ。だから青緑足すピンクイコール青みたいな。でも黄色ピンク、その青緑だったよね、確か数字。うん、とりあえずこ、多分その数字が分かったらあっちの問題も解けるよってことだけどさ、戻ってみる、あそこなんか変わってたりとかしないかな。あ、見てみる。いや、だってこれ一個も数字分かんないね、これ分かってないとこ解けないってことですよね。でもこれを多分見てあっちで解くんだ、これ。じゃあ向こう見に行けばいいってこと、とりあえず。向こうなんか変わってっかな。戻ってきたけど何も変わってないです。なんだ、やっぱあれだけを使ってこの黄色ピンク青緑の数字を答えろってことだ。オッケー。でもこれどういうことなんだろう、これ。このなんか青緑足すピンクが青になるんだって。1,2,3 だから3個なのかな。黄色足す青緑で、でも4個ないとおかしい。ブロック数ではないな。ブロック数ではない。ヌーって何いや、悩んでる時よく言うじゃん、ヌーって。ヌーじゃなくてヌーだよ、ヌー。ウムーとか。ウムだ。これ何。いや、でもなんかもう2にしか見えないんだよね。俺8に見えてきた。あ、もう8でも見えるの、確かに。え、そもそもさ、青緑と黄色とピンクがなんだか分かってないんだよね、今。分かってないのにさ、それ足すそれイコール青ってなってるわけじゃん。うん。え、ってことはさ、青もなんだか分かってないからさ、もう何もできなくない。他になんかあるのかも、ちょっと見に行ってくるね、他に。見に行ってみるか。確かにこれだけじゃ解けないよな、分からなすぎる。
なんかあんのかな。加圧板を押したことによって変わった何かがあるかもしれない。アスレチックのエリアとか、なんか変わったっぽいとこないよな別に。これはもうヌーだよヌー。じゃヌーはなんだってだから。お前日本語覚えるとき適当すぎるんだよ。じゃプッチ探索係ね、ひなく考える係する。オッケー、考える係して。考える。お前ほのぼのって日本語わかんなくてボノボノって言ってたくせに。うん、ほのぼのってわかってるもん。もうあの編集者に渡してる BGM フォルダーの名前ボノボノになってる。言うでないボケ。ボノボノって何ですかって聞かれてんの。赤ってなくない？そもそも赤色を解けばいいんじゃないか。赤色を探そう。赤色？だって赤ないもん。赤いコンクリートが壁にはあるの。でもここにも書いてないの。ここにすらない。赤色あるじゃん、そこに。どこに？ここ。私だよバカ。頭ねえじゃないんだよ。でも見回ってきたけど何にもないよやっぱり。なんか赤から解かなきゃいけない気がする。この空いてるところが赤になるって話なのかな。あはぁ、まあ、コントンさんやったね、自分で言ったけど。コントンさん？コントンさん知らない？知らないよ。コントンさんが髪の毛切ってもらってる時の反応が、知らない。コントンさん知らないんだから。わかった、プッさん。え、わかった？わかった気がする。どういうこと？教えて、この謎。多分ね、多分だよ、多分ね。うん、まずこう左右に書いてあるやつがやっぱ大事なのよ。ああ、これが。で、じゃあ例えば向こうの壁順番なんだっけな。黄色、ピンク、青、緑だったと思う。オッケー、じゃあ黄色、ピンク、青、緑の順番で説明するわ。まず黄色の話をします。黄色が含まれてる左右のやつを見てください。あ、こっちはこの下黄色含まれてます。で、こっちも見て。こっちどっちも黄色含まれてるじゃん。まあ赤と黒ってことは、黄色が関係してるのって緑、黒、そして黄色だよね。ああ、なるほど。で、その黄色が含まれてるところをなぞってみる。まず黒じゃん。黒で黄色、黄色、緑も入ってたじゃん。緑で黄色、黄色で下直線も緑、緑、黒ってこう入るわけじゃん。あ、1になった。多分そう、1になるんだよね。そういうこと。自分が含まれてるやつの色をなぞったらそうなったみたいな感じな。天才か。で、次ピンク。次ピンク。じゃあピンクいこうか。ピンクはこのこっち側、青が含まれてるね、まず。うん。で、こっち赤と黒じゃん。ってこと、青と黒がをなぞるってこと。こうぐるっと回って、あ、7だ。黒、黒、青、直線降りてピンク、黒で7。うわ、そういうことか。で、まあ最後その青色ってか青緑色が含まれてるやつはこの青ブロック、緑ブロックで、こっち黒じゃん。さあ青緑を全部こうなぞっていくと、黒から青に降りてって、緑通って青緑通って、緑、緑、黒。黒だ、2だ。2になる。おー、172か。多分172だと思う。ちょっと自信ないけど、ちょっと書いてみようぜ。うわ、これ合ってたらマジ天才じゃん。赤はちょっと省略して考えちゃってるから、もしかしたら全然違う可能性はある。でも赤がないってことで、もあの空白の部分が赤の可能性めちゃめちゃ高いもんね。うん、だとしても多分読めるはず、172として。 OK、 じゃあ172で書きます。172いくぜ。どうだ。はい。お、入ってった。やったー。チェストオープン。やー、よし、チェストオープン。おい、あ、磨かれた新層ガニ設置可能の金色の発売。よし、ナイスナイス。ってことはそれで黒いところのエリアに行けるってことか。多分そう。難しかった。難しかった。反対側だね、あっち側だ。難しかったね、プチ。よく解けたな。全然わかんなかった。よかった。でもなんか赤ないから心配だった、合ってるか。赤が多分だいぶ惑わせてきたね。あれ、なんで、え、なんで、ひなこちゃん、あれ、なんで、こっち、あれ、後ろにいたと思ったのに、あれ、え、なんで後ろにいたと思ったのに。なんで前から来るんだよ。逆行くな、お前。お前だよ、逆行ったの。で、ここだ、設置するよ。頼む。はい、開けていい？おお、開いた開いた開いた。急しろって。なんだここ、行けないよこっち。奥にチェストある。迷路な気がする。しかもおい、マジで行ってる？こっち一回戻ってきて、用意どんで左右に分かれよ。オッケー、了解。これ多分奥まで行けるような道が続いてるんだと思う、迷路で。オッケー。あ、そういうことね。じゃあどっちかしか行けない可能性が高いってこと。待って、右手左どっちか選ぼう。俺左。あ、よかった、私右がいいと思ってた。じゃあ俺右がいい。旦那、お
前。だってそういう時ひなこちゃん、いや待て、こういう時にひなこちゃんが勝つと予想して俺がひなこちゃんが選んだやつをやると俺の方が間違ってる説が多いから、俺は左をよく選ぶんだけど、でもそれだとまた間違ってるから結局右を選ぶ俺は右がいいの？右がいい。しょうがないな。何なんだろうね。いやなんかそういう星のもとに生まれてるんだよね。なんかこういう風に選択しても俺間違ってる気がするんだよね。よし行くぞ。よーいスタート、レッツゴー。よし右行くぜ。早く行かないと。待って、これでもさ、右と左どっちもゴールある気がするんだよね。今俺あれ見ちゃった、あのなんかライトブロックみたいな。あー、呼吸できるとこあった今。え、マジで？だった呼吸できるとこがあった。オッケー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 。ギリ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 。よし、オッケー、一回呼吸できた。え、どっちか。あ、呼吸呼吸ポイント、うーし、俺も呼吸できた。そう、お互い多分これゴールがあって、それを踏んだらあのランプが光って扉が開くシステムだこれ。あ、そういうことね。あ、呼吸、また呼吸、オッケー。え、こっち、あのさ、ん、アスレチックあるんだけど。なんでそこにアスレチックあんの嘘やろ。しめしめ、じゃあ俺はまだ楽な方ってことかこれは。え、行けばいい、これ行くね、アスレゴー、ほい。あー、やばい、いや、光らびるだけだ。あ、チェックポイント、あ、俺もアスレチックだ。これチェックポイント、これ違うってことなんないのこれ。なんないみたい。でもあの奥にレバーがある、あれを、しかもゆっくり行ってらんねえってことだよな。いや、痛い、もうだ、え、死ななかったんだけど、嘘。え、それね、あのね、そういうことですね。なるほどですね。オッケー、行くぞ。はい、レッツゴー。あー、もう、いやー、落ち着いていこう。あ、ちょ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 、こっち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 、小さく、違う、大きく、違う、なんだ、なになになに、何の話もうパニックパニック。あ、なんかレバーがある、いける、いけ、押すよレバー、はい、お、スタート地点に戻されたでもランプ1個ついてたよ。1つついたって、えらい、えらい、あとはこっちだ、ついてきて、こっちこっち、オッケー、行く行く行く、よし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 、ここがね、はしごの、あっ ,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 
じゃ違うよ、道やばい。あ、そっちそっち、終わった、そっちそっち、やだやだいけんのかな。ほっほっ、あばばばばばー。なんかさ、ちなみに言っていい、私さ、なんか考えさえ渡りすぎててさ、迷路一回も迷わなかったんだよね、向こう。なんで勘強すぎだろ、お前。迷路は一回は絶対に迷うから、迷路っていうのに行けばいいのね、オッケー、頑張って。あ、こ、ちょっと、あー、なんで君は死んでるの？ハート回復しなかったから出て回復しようと思ったら死んじゃったで、これポンポン行くのはやそう、一回ダメージを受けよう、出ないとこで死んじまう。2個目で止まって3個目普通に行こう。よし、 OK、 ポンで、ダメージ食らって作戦成功、イエーイ、失敗トン、 OK、 行け。ダメージは、ダメージ食らわない？え、いけ！お、ダメージ食らわない。やった、いけた！はい！やったやった、天才天才！やった、俺無敵の男になってる。あ、開いたよ、しかも。やったやった、無敵の男ナイス。ダメージ食らってるじゃん、お前。あれ、俺なんで俺ダメージ食らってんの？待って、回復させて、回復。回復は？回復ない、回復ない、回復。あー、もう、無敵の男はどこに行ったの？で、チェス開けよう、それ。オッケー、開けて、開けるよ、はい、オープン。やった、出口の鍵だ、行け、もう帰ろう、こんなところだから。やったー、嬉しすぎる。よし、やった、出れるぞ。やった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 、やっと地球に帰還しよう、ここ酸素ないから、この星。やった、出れるぞ。ちなみにひなこちゃん何回死んだ？18回。え、俺31回。え何がどう変わってしまったんだ最初俺の方が少なかったのに。よし、ひなこちゃん入れてくれ。よし、入れます、鍵、はい。やったー、大成功！やったー！待って、大丈夫これ。あ、大丈夫か、びっくりした、ここだけ酸素出てるからもう死ぬかと思った、危ない。